こんにちは、藤原です。デイリーポータル Z の記事の一番下の部分にですね、過去記事のおすすめが出てくるんですよ。この間そこを見ていたら、自分が過去に書いたやべえ記事を思い出してしまったので、その釈明というか解説をさせてください。その記事がこちらです。豚ゴリラの気持ちになる。いや、一体どういうことなのかというと、はい、まあ、学ぶとは他者を自分の中に取り込むということであるとか、もっともらしいことを言いながら、豚ゴリラの格好をするという、それだけの記事なんですけど、これは実はですね、違うんです。待ってください。これはですね、当時、まあ、ボケる記事を書くにしても、ボケっぱなしは良くないっていう話が出たんです。ボケにはツッコミが必要だと。でですね、今回やりたかったのは、つまりですね、豚ゴリラの格好をすることではなく、このね、記事中に出てくるとんがりのツッコミなんです。この囲みのボケに対するツッコミっていうのが大事だなっていう、そういうことをやろうとした意欲作なんですよね。実は結果的にただのボケになってるわけですが、これはね、なんか誤解されてるんじゃないかなと思いました。問題だらけの記事だったんですが、数字で見るとね、150ツイートくらいされてましてですね、豚ゴリラの人気にあやかりきった記事でしたね。もう誰も見てない記事にならなくてよかったなと思います。またやべえ記事を思い出したら紹介したいと思います。